24歳です。結構余裕だな。24歳です。あだ名ないですね。ゆいちゃん、ゆいちゃんしかないんで、もうここまで来たら、ね、日本の代表、あ、釣り、あ、はい。出身地は群馬県です。みどり市で観光大使もやってます。余裕じゃん。はい、PR ポイント、まあ、自然が豊かなところと、あと最近なんかね、新キャラができて、あのミドモスっていう、なんか、あ、趣味は、趣味、もう趣味ないのがね、趣味って、なん、悩みなんですよね。うん、あ、コスメ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 が好きです。特技は料理とかお菓子作りとか、あとメイクするのも好きだし、ヘアアレンジも得意ですし、あ、ダンス、ダンス、マイブームは、あのコーヒーメーカーをいただいて、それで最近、あの豆からこうコーヒーを入れるのに、はい、ハマってます。最近作ったお菓子は、あの最近なんか火がついて、マフィンとクッキーとプリンを同時に作りました。好きな食べ物は、いっぱいあるんですけど、揚げ物と、あと、あのミルクレープが最近好きだなって気づきました。苦手な食べ物は、しいたけくらいかな。あと、イカとタコが見た目も含め苦手。うん。好きな季節か。なんかね、前までは寒いのが好きだったんですけど、最近なんか夏もだんだん24年間生きてて慣れてきましたね。あ、苦手な季節は、さっきも言ったけど、暑いのが苦手で、なんか日に焼けるのが嫌なんで、うん、暑い夏ですかね。カワウソです。ミニアキャットも最近気になってます。